マティアス・プラツェック。マティアス・プラツェックは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。2002年から2013年まで、ブランデンブルク州首相。2005年、フランツ・ミュンテ・フェーリングの後任として、スピード党首となったが、健康上の理由で2006年に党首を辞任した。プラツェック東ドイツのポツダム出身。父親は医師、母は、 医療技術助手。1966年、ポツダムの一般学校を卒業後、専門高等学校に入学し、アビトゥアに合格。1972年から国家人民軍で兵役を済ませ、1974年に、イルメナウ技術大学に入学して、サイバネティックスを学び、1979年卒業。 同年、カール・マルクス・イコール・シュタット氏、衛生局空気環境課に勤務。翌年、バート・フライエンバルデ市地区病院経済技術課長。1982年から1990年まで、ポツダム市衛生管理局環境衛生課長。同時に1987年までベルリンの医学、教育アカデミーで、環境衛生学について学ぶ。長年衛生政党である。 ドイツ自由民主党に属していたが、1988年4月に、ポツダムの市民運動、環境保護と都市建設の共同設立者になる。この会は1989年11月に、東ドイツの環境保護団体連盟、緑の連合の一部となり、プラチェックは、西ドイツとの対話役の一人となる。1990年2月から4月まで、 ハンスモドロー内閣に、東ドイツ緑の党枠で無人諸長として入閣。1989年から翌年にかけて、東ドイツ円卓会議に、緑の連合の代表として参加。1990年3月、東ドイツ最初の自由選挙となる、人民議会選挙に無党派のまま、緑の連合の比例代表候補となり当選。同盟へ90。 緑の党の議員団事務局長になる。10月3日の東西ドイツ再統一後しばらくは144人の人民議会議員の一人としてドイツ連邦議会議員となる。1990年10月のブランデンブルク州議会選挙に同盟90の比例候補として当選。11月22日、マンフレート・シュトルペ州首相の内閣に環境。 自然保護省として入閣。1992年9月に衆議会議員を辞任。1993年、同盟90と緑の党が合併し、同盟90、緑の党を結成する際、プラチェックはこれを拒否して入党しなかった。この間連邦参議院議員を務める。1994年、 シュトルペ州首相のシュタージへの協力疑惑が浮上し、連立政権が崩壊、衆議会選挙の後スピード単独政権を樹立したシュトルペ州首相は、無所属のプラチェックを再度環境省として登用。環境省としてプラチェックは、ブランデンブルク州の40%を警官保護区域に指定し、オーデル川下流域のポーランドとの共同国立公園化を果たした。 1995年、スピードに入党。1997年夏のオーデル川洪水の際、テレビ出演が重なり全国的な知名度を得る。1998年5月、スピードに所属するポツダム市長が、閣僚の汚職疑惑でリコールされ罷免されると、プラチェックは6月に、党の週刊次会に選出され市長選に出馬。 9月27日の決選投票で当選した。この間連邦政府では、スピードのゲアハルト・シュレーダー政権が成立し、プラチェックは入閣を要請されたが断った。11月に、州政府の大臣を辞職し、ボツダム市長に就任。1999年に、党の連邦執行部入り、翌年州代表に選出される。2002年6月、 格内不一致を理由に、シュトルペが州首相を辞任すると、プラツェックが後継のブランデンブルク州首相に就任した。就任直後にエルベ川大洪水が発生、危機管理を人頭指揮するプラツェックの人気は、さらに高まった。プラツェック内閣は、ドイツキリスト教民主同盟との大連立で、シュトルペ前州首相の残した累遺跡赤字や、経済不振対策に取り組んだ。 州首相就任と同時に、連邦参議院に復帰し、2004年11月から1年間、持ち回りの参議院議長職を務める。2004年、州議会選挙に出馬し当選。マティアス・プラツェック連邦議会選挙直後の2005年10月、スピードのフランツ・ミュンテフェーリング党首が、次期党首選出馬を辞退。この緊急事態に、プラツェックは、出馬を表明し、 11月の党大会で、得票率99.4%で党首に選出された。この得票率は、戦後の初代党首クルトシューマッハーに次ぐものである。ところが、党首就任直後の2005年末から、突発性難聴の症状が出始め、3月29日に、再発して聴力が大幅に悪化。健康の悪化と治療を理由に4月10日に、 党首辞任を発表し、副党首のクルトベックが公認の党首となった。ブランデンブルク州首相の職は続けており、2009年に予定されている次期連邦議会選挙での連邦首相候補への意欲を匂わせる発言をして、ベック党首との関係が悪くなったこともある。現在のスピード内で最も人気、知名度の高い政治家の一人ではあるが、 健康不安がネックとなっている。2007年より地方首長代表として第二ドイツテレビの経営委員会に参加。2009年9月のブランデンブルク州議会選挙では左翼党との連立で政権維持に成功した。スタージへの協力疑惑がある左翼党政治家との協力には批判があり、またそのことについてプラツェックがデアシュピーゲルに寄せたエッセイの中で かつてスピードのクルト・シューマイハー投手が武装 SS の元隊員と妥協したことと比較したため批判の声が上がった。同じインタビューの中で東西ドイツ再統一をナチスドイツによる1938年のオーストリア併合アンシュルスになぞらえたことも批判された。2011年ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字世代受章を受賞 2013年6月17日、発作のため入院したが10日後に復帰。7月29日に健康上の理由からすべての公職を辞することを発表し、8月28日に退任した。公認には、州内省を務めていたディートマー・ボイト家を指名した。1978年、市民運動家の女性と結婚、3条を設ける。 1984年に離婚し、娘たちは、妻が養育。2005年から、女性経営者と同居し、2007年に再婚した。マタイアス・プラチェック、ツークンフト・ブラウクト・ヘアクンフト、ドイチェ・フロゲン、アスト・ドイッシュ・アント・ボーテン、ホフマン・ウント・キャンプ、ハンバーグ2009、ISBN 978から3から455501148。ありがとうございます。